安倍政権打倒の第一歩であります。皆さんと一緒に安倍政権打倒に立ち上がりましょう。やはり安倍政権の暴走、これを許してはならないと思います。正社員の中でも限定正社員制度を作って、解雇しやすい制度、正社員制度を作ろうとしております。さらに国家戦略特区構想を打ち出して、雇用特区というものを作って、その特区の中では労働者を簡単に解雇できる、労働者が残業しても残業代を払うんでいい、こういう特区を作ろうとしております。雇用特区というのは要するにブラック特区であります。解雇特区であります。企業が世界一活動しやすい国づくり、これは企業にとって天国かもしれませんけど、働いている人にと、労働者にとっては地獄の国づくりであります。こういうことを許してはいけない。猪瀬候補には敗北しましたけど、多くの都民の支持を得て968,960票、約都民の有権者の1割の支持を獲得しました。300万票を取れば必ず都知事選に勝利します。こういう戦いを一緒にやろうではありませんか。本来の選挙というのは、候補者が堂々と公開討論会を行って政策論争をする、それを都民の皆さんに見て聞いていただいて、選択をしていただく、こういうのが通常の選挙のあり方だと思います。ところが公開討論会を開かれても出席するのはほとんど私一人なんです。またテレビの公開討論会もいくつか潰れております。これは全く異常なことであります。政策を語らない、公開討論を行わない、こういう選挙のやり方は私は都民を愚弄するものじゃないかと思っております。候補者であれば堂々と公開討論の場に出てきて、自らの所信政策を述べるべきであります。本来なら憲法9条を変えるには衆参の議員の3分の2で発議をして、そして国民投票にかけられる。私たちが憲法を変えるかどうか主権者としての判断ができるんです。そういう制度なのに、安倍政権は国民投票にかけない、国民の判断を待たずに法律で2分の1で集団的自衛権を認めさせようとしております。こういう安倍政権の暴走を止めるのかどうか、認めるのかどうか、それが問われるのが今回の都知事選挙であります。たとえ都知事になったとしても、新宿の都庁の知事室にこもっているような都知事では都政は変えられません。私は都庁から飛び出して、都民の皆さんのところに行って、飛び込んで行って、対話集会を重ねて、都民の皆さんの要望や苦情に耳を傾け、その声を都庁に反映するような都政運営をやっていきたいと考えております。東京が変われば日本は変えられます。まず東京で憲法を守る、脱原発の東京を打ち立てましょう。東京が脱原発になれば、日本政府も脱原発の政策を取らざるを得なくなります。まず原発のない社会を東京から作りましょう。そして原発のない日本を作っていきましょう。そして憲法を守る東京都を打ち立てましょう。そして日本政府が今安倍政権が進めようとしている憲法の改悪を阻止しましょう。ぜひ今月9日の都知事選挙に勝利をするために、あと2週間血の狂いで頑張りましょう。そして悔いのない戦いをやっていきましょう。